じゃあまずはトレモロからいきますね。なるべく深く入りすぎないで、で斜めに当たりすぎるとこうなるんで、左手がどう動いてもこれをずーっとこのまんまを、サビはこれからこの指で E マイナーとりあえず始めたんですけど、こっちの方がいいかもしれないです。中指薬指で E マイナー始めたら、この薬指4弦押さえてる薬指を4フレットまでスッと持ってきて、小指中指で B マイナーと、なんかあんまり動いてないように見える。この2本は隣の弦にピョッと移動する。で薬指が3弦に加わる。ずっと、まあ、これをそのまま1個ずらせば、ずれてる間にこう動かすんで、 E
よいしょっていうよりはこれで押さえ感いかに動いてないように見せるかっていうわけではないんですけど、このぐらいの動きでまあ十分なんですよね。変にひょこって上げてからやる必要はなくて、